基中地域におけるアジア高速のスマート林業への取り組みを紹介いたします。約1500ヘクタールの民有林を対象として2020年6月23日29日にレーザー計測を実施しております。このレーザー計測の結果を用いて地形解析、資源解析を行っております。地形解析では赤色立体地図を作成しております。また資源解析では単木レベルの資源解析を行っております。高精度な森林資源情報は森林クラウドシステムで一括管理しています。クラウドシステムでは空中写真、赤色立体地図、地形、単木資源情報、林地台帳地図などすべての情報を一元化管理してシステムで共有しております。その共有するシステムは3つに分かれております。林業支援システム、台帳管理システム、木材 SCM システムでございます。林業支援システムではゾーニングなど GIS を活用した施業の計画ができるようになっております。台帳管理システムでは都道府県、市町村、森林所有者が森林経営計画、また林地台帳の更新、伐採届、施業履歴の共有などができるようになっております。木材 SCM は民民取引をサポートいたします。木材 SCM は3種類のユーザーが参加できる仕組みになっています。林業事業体などの川上業者、製材所などの川中業者、市場や県信連などのコーディネーターです。また SCM の情報の流れも3種類あります。1つ目は川中より川上にリクエストを送り、川上が予定伐採箇所で需要に応えられるのか検討し回答するという流れです。2つ目は川上が予定伐採箇所で供給可能な素材生産情報を川中に発信する流れです。最後に川上は供給予測を、川中は需要情報をコーディネーターに発信し、それら供給と需要を組み合わせてカスケード利用に対応するという流れです。先ほど SCM で説明した1つ目の流れを説明します。川中は景況や在庁ごとにリクエストする在籍など右上に示した所定フォーマットに入力します。その情報は左下に示したような一覧で川上に共有されます。川上はリクエスト情報を確認し、素材生産量が確保できそうな予定バッグを地図上で選択して、1番玉や2番玉などの在庁や間伐率を設定します。航空レーザー解析で得られた単木情報をもとに自動的に素材生産量を推定します。左に示したテーブルが川中から届いたリクエストの情報です。縦に景球、横に在庁があり、中には在籍が示されています。これに対して地図上で選択した予定バッグの素材生産量の予定結果が右のテーブルです。黄色のハイライトされた部分が需要を満たしていない景球、在庁を示しています。ハイライトされた情報を確認し、需要を満たすために間伐率を変更したり施業地を追加するなど対応を検討することができます。実際に出材された原木は品質により異なるシステムで検知します。 A 材はキコリ君という音声研修システムを利用します。低質材はアイフォビアという丸太検知アプリを利用します。森林 GIS であるアランディスプラスではバックの生産予測情報と搬出実績情報を管理することができます。これらの予実情報を比較して業務改善につなげることが可能となります。続いて林業支援システムの河川作張支援機能の紹介です。河川作張検討では単木情報と所有者境界を GIS で表示させます。単木情報には境高直径の情報があるため、元柱や先柱の支柱、ガイドブロックの選定などに利用することができます。
この画面は GIS で単木情報の強光直径を色の濃淡で表現した事例を示しています。元柱と先柱の位置を決め、元柱や先柱の高さや中央垂下比などを設定します。すると地形情報をもとに自動的に主柵の縦断図を表示します。さらに主柵の高さ、標高差、地盤面からの最低高、最大高などを計算して表示します。主柵から集材エリアを設定し、その範囲に含まれる単木情報を集計することができます。この例では流木本数が478本、合計材積が402立方といった結果が表示されました。さらに材長や間伐率などの設定を行い、素材生産量を計算することができます。現場に行くことなく河川箇所を検討し、作張りコストと素材生産量をもとに B/C を簡単に検討することができます。このように森林クラウドを活用し、林業の効率化をアジア高速では支援しています。